おはろくたんです。はい、今回はですね、実践で使える最強のキャラコンを皆さんにご紹介したいなと思います。はい、で、まあこの後ね、キャラコンの紹介の方移らさせていただくんですが、まあその前にね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、動画の高評価、見る前にしてくれたら嬉しいです。コメントの方もたくさんお待ちしております。ということでどうぞ。ということでね、強いキャラコンを紹介していきたいと思います。で、早速なんだけど、まあ一つ目が、まあ結構前からキャラコンのね解説動画出してるんですけど、もうなんだかんだ言ってね、まず一番強いのはこのスライディング打ち、まあ横スラだったり、普通にこの障害物から出る時のスライディング打ちが、あ、倒しちゃった、ごめん。そう、強いですね。で、このスライディング打ちで、この出る時のスライディング打ちで倒せない場合、あ、なんかラグい。倒せなかったらスライディング後にこう伏せ打ちするとか、スライディング伏せ打ちですね、が強いですね。で、この伏せた時にやっぱりラグっていうか玉抜けするんですよね、相手目線。まあ、スライディング打ちが強いっていう、はい。で、伏せ打ちですね。で、2つ目がスラジャンで出るの。これも相手目線結構なんだろう、ラグ打ちっぽくなるんですよね。まあ、これはもう実戦でも結構使える場面多くて、こういう棒立ちとかでこう打ってたらさすがにやられちゃうので、まあ、移動したい場所を決めて敵も打ちたいってなった時にこうスライディングでこう打ちながら移動するっていうような感じですね。で、次ですね、次はこれ結構タイマンの時とか、あとはその実戦とかでも結構俺は使うこと多いんだけど、スライディングで出て打ちながら戻るんですよね。スライディングで出て打ちながら戻る、これですね。これが敵からしたら一瞬しか体出してこないくせに弾も打ってきて、もうすぐ射線も切られちゃうんで、これがめちゃくちゃ強いですね。一瞬だけスライディングで出て、もう打ってすぐに引く、スライディングで出て打って来た方向に移動切れてジャンプして戻る、これですね。これが強いですね、めちゃくちゃ。まあ、一応最近なんか言われてるのは、なんか例えばこの左に走って右に行く、最後敵に会った瞬間に逆の方向にすると、普通よりカニ歩きの最初のこの初動がめっちゃ横動きが速くなるんですよ。あ、早い、確かに。え、どういうこと、うん、どうやってんの。例えば左に向かってる時に敵に正面会った瞬間に右にカーソル逆にするんですよ。ああ、なるほどね。打つ時にこうしてこうか。あ、そうそうそう。それで隠れながら打つのがめっちゃ強いです。いるなぁ、めっちゃ速いです。今めっちゃ速いです、それ。ああ、なるほどね。あ、ほんとなんか一瞬なんか加速っていうか。ああ。めっちゃ速いです、マジで。その隠れながら打つの。もうこれ相手してもらいたいね、じゃあ。遭遇っていうか、まあ見えた時の使い方か。引き方っすね、あと、まあ、引くときとかに結構。いや、めっちゃ強いっす、それ。なんか普通のただのレレレのように感じるけど。めちゃくちゃ早いっすよ、その引く瞬間の戻り。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、様々なね、強いキャラコン紹介したんですけれども、今回の動画が参考になったよという方はぜひチャンネル登録、動画の高評価してくれたら嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。
六タンタンタン六タン六タンタンタン